骨髄が球とは、造血幹細胞から白血球の下流球への分化の過程の一段階にある細胞である。通常は骨髄にのみ存在し、末梢血中には存在しない。造血幹細胞から分化し始めた洋弱な血液細胞は盛んに分裂して、数を増やしながら少しずつ分化を進めていく。最終的に高中球に分化する場合は、造血幹細胞。 骨髄系幹細胞、下流球、単球系潜入細胞、下流球系潜入細胞、骨髄が球、全骨髄球、骨髄球、五骨,骨髄球、肝情角球、分葉角球と成熟していく。最後の分葉角球が成熟の最終段階の高中球である。増血幹細胞とその細胞系統骨髄が球は下流球系として、 形態的に同定できる最も洋弱な血液細胞である。ただし、実際には、増血幹細胞から仙具細胞までのより洋弱な細胞は数も少なく見つけにくいが、形態的にも骨髄が球特別をつけるのは困難である。増血細胞は若い段階ほど分裂増殖が盛んであると思われているが、骨髄が球の細胞分裂周期はおよそ24時間であり、 後の段階の全骨髄球、骨髄球に比べて、細胞周期は短い。直径は12から20マイクロメートルであり、成熟した下流球より大きいが、次の段階の全骨髄球よりは小さい。核は大きく丸く、クロマチン構造は繊細であり、数個の核固定を含む、細胞質は抗炎規制で、下流は通常はない。やがて骨髄が球は分化の段階を進め、 全骨髄球になる。全骨髄玉は白血球系の文化の過程の中で最も大きい細胞で豊富なアズール下流を含み、核は骨髄が球より若干荒くなり始める。ありがとうございます。